はい、こんにちは。お久しぶりなのかな。今日はメイクの動画を撮ろうかなと思っております。冬なんで、ちょっと冬らしいメイク、まあ、またこの間とは違うメイクをね、撮っていこうかなと思っております。何から始めようか。まあね、真似してくれてもいいですし、ご自身でアレンジしていただいても構いませんし、まあもし気に入っていただけたら嬉しいです。ですか？いいですか？始めますか？メイク、まあね、今日はね、ちなみにどこへも行かないんですけれども、お化粧をバッチリとさせていただきます。ファンデーション、前回ね、あんま使わないって言ったんですけど、ファンデーション。でも、だいたいいつもはこちら。この、ちょっと結構使ってますね、みたいな感じで。この、ミミックさんですか？ミミックさんですか？の、ナチュラルエイジングケアミネラルパウダーサンスクリーン。え？日焼け止めパウダーだったの？これ。です。まあでも冬もね、紫外線がとか言いますから。ちょっと汗かいちゃったな。すごいよ。50、結構守ってくれる、このパウダーで。で、例えば、最近、夜お食事行ってもいいじゃないですか。外にも。だから私は、お外でお酒を飲んで顔が赤くなるのが嫌な時、ファンデーションを塗ります。その時はこれを、こう。で、こちらは、ランコムさん。あ、ランコムさんって韓国製だったんだ。ランコムさん。で、私は、あ、これも紫外線から守ってくれるんだってさ。で、中身はね、ちょっとこのパフの部分はちょっと見せたくない。なんかね、こうなってる。こう。こうプツプツの、なんか、ちょっとなんか、しっとり系のファンデです。じゃ、これで。やっていこう。なんか久しぶりになんか喋ってる。あ、すごいなんか恥ずかしい。ちょっと近いですかね。あ、でも私はね、ほんとそんなに塗らないんですよ。まあ、こんなぐらいでいいかな。まあ、後でまた直しましょう。でね、こちらの紫外線。これはもうポンポンポンでいいんですよ。ポンポンポンで。あ、大失敗。私としたことが、前髪を止めます。すごく一瞬で、パリン。一瞬で終わっちゃう。今日はね、これを使います。ででん。まあね、一番どこ使ってんのあんたっていうのがすぐバレちゃうんですけどね。まあ、ここら辺ですね。まあ、本日もここら辺を使って。やっぱこうね、こういう色がね、使いやすいのよ。使いやすいんです。こういう色が。こういう、茶色系の、見えるかな。ね、すごい減りよう。でも今日もここら辺を使って、皆さんも持ってると思うから、こういう色は。ブラウンだったらね、なんでもいいんです。まあ、ただ、キラキラしてるのとキラキラしてないのをこう一緒にするとなんかちょっと変になっちゃうかなと私は思っておりますので、アイシャドウからやっていきますね。使うのは薄い色から使っていきますからね。薄いから濃いにいきますから、ここの見えるかな、ここからいきます。で、ここを使った後、ここに行きます。この上の、ちょっと暗い方に参ります。で、あとはここら辺のお色味はなんか適当に調節して、なんか似たようなお色味だから、自分の肌に合うような色でね、やっていきましょう。私は白目なので、肌が。広い範囲で塗っていきます、結構。こんな感じで、結構ね、広い範囲で、ここら辺ぐらいまで塗っちゃいます。
塗るっていうの、こういうのってこういう感じでどんどん塗っていきます。で、下の方は後で濃いのを塗りますからね。ちょっとここら辺をこういう風にまず塗っていきます。次反対、ここら辺ぐらいまでいく。私は結構ここら辺ぐらいまで。で、今日はお指をよく使ってやろうかなと。なんかブラシたくさん、メイクさんの人ってブラシとかいっぱい持ってて何にそんなに使ってんのかなと思うけど、意外と指でやった方が早い場合もありますからね。で、メイクさんっていっぱいなんか持ってるじゃない、筆なんかブラーって。私も持ってるんですけど、カッコつけて。でも結局あまり使わない。3種類ぐらいかな、私が使うのは。だからこうやってやった後の、多分こういうところとかをなんかこう指でこうやってやってあげたりとかした方がなんか綺麗にぼかせてるんじゃないかなと思います。で、今ちょっと広い範囲を塗ったので、ここら辺ぐらいまでかな、ここら辺ぐらいまで。ちょっと濃い色、濃いめの色でいきます。ちょっと濃いめのやつでね。これもついた。こんな感じで。今日は、冬だし、あと、出かける前まではマスクしてなきゃいけなかったりするし、ってことで、目元をね、しっかりパッキリ見せたいかな、私は最近と。昔はマスクしてない時とかは、リップ、なんか目はやんないで、リップだけ濃いのしてればいいかなと思っていましたけれども、ちょっと最近はそういうわけにもいきませんのでね。で、私は絶対的に下も塗っちゃうんです。ここら辺も。下の、ここら辺もしっかり。こんな感じで。下まで私は塗っちゃう。ちょっと近いかな？近いですか？皆さん。っていう感じで。で、その後は今日は黒で、あとなんか冬の洋服ってなんかちょっと大人っぽく見せたいかなみたいな感じで、なんかちょっと大人のお姉さん、かっこいいお姉さんって思われたい。黒、ここですね、見える。で、これなんですけど、私はねすごい早くメイクが終わる方法としてね、こうやって塗りたいところにもうこうやってペッ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 ってやっちゃうの、適当に。で、それで指でこうやってやったら、ほら、なんか一瞬で綺麗に終わるような、ちょっと今一瞬で綺麗に終わったのかどうかわかんないけど、こうやって適当にこうやって乗せといて、で指でこうやって、簡単になんか乗せられてるっていう感じ。ここら辺かなっつってやっとく。で、なんか後からこうやって指でちょっとずつ濃くしていく、まあ、こういう感じで、あ、まだ足りないなと思ったらもうちょっとチュッチュッチュッって、もう適当にペン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 ってやっちゃうの。で、こうやって指で、あ、ちょっとな、指がちょっとなんか湿ってる。まあね、これ合ってるかどうか分かりませんよ。合ってるも間違えてるもう多分、私はそういうのはねないと思ってるから、よく見えればそれでよしよ。もうちょっとかな、これはね後ほどまたアイラインとかした後また直す。指で筆は3、もう、これがちょうどいい子だから、すごくいい子だから、ここがちょっと
狭い範囲の筆をね、これできてる？大丈夫なのかしら？でしょ？で、これがちっちゃい範囲でいくの。だから私はだいたいこっちで茶色使って、こっちで黒を使って、この黒でこうやってペペってやって、こうペン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 ってやって、で、あとはもう指でね、ねって言ってもね、という感じです。はい、お次こちら。メイベリンニューヨークさんのハイパーシャープライナーです。これがいいです。これかあのよくあの普通にお安く売ってるなんかタトゥーって書いてあるアイライナーがあるんですね。それがいいか。これたくさんいろんなやつあるんですけどね、なんかやっぱこっちの方が使いやすいということで、アイライナーを塗っていきますよ。今日は普通の感じで、今日はアイライナーが濃いんで濃いめにラインを引いていきます。もうこのねアイラインはね、ご自身の目をよく分かってないと本当に上手に引けないですよね。こんな感じで、でこっちもあーよかった、うまくいった。で私はついでにこういうこともしちゃいます。こんなにタトゥー入ってんだから、ここにもタトゥー入れちゃえばと思うよね。気分なんです、気分、まあ、こういう感じですね。私は今日は、はい、黒が足りてないですかってそういう時に思ったらちょっとチェックたら、もう一回こうやってちょんちょんちょんってやって、またこれね黒だから指が汚れます。それだけ、後で手洗えばいいから。はい、ちょっととりあえずこんな感じですね。次に使います商品ですけれども、なんか私別にこれ売ってるわけじゃないんだけどね。はい、ケイトさんのジェルペンシル。これは硬くなくて塗りやすい、そして細い、ほらだからとっても描きやすいです。でも柔らかい分すぐなくなる。で今日はこういうことしてみますね。くっきりちょっとはみ出すぐらい、こういう感じ で中も描いていきます。これは慣れてない人がやると痒いらしいです。こういうとこって水っぽいからなんか塗りにくいんですけどね、これはね塗りやすいの。でもほらまたすぐなくなっちゃう。やっぱここね、こことやっぱつながってるようにしたいから、今日はちょっとじゃあ少なめになっちゃうな、下に引くのが。こんな感じでね、ちょっとはみ出して、結構濃いめに描いちゃってます。もうちょっとかな。そうするとほら右と左の違いが、あ、じゃあちょっとこれ、それでねまたこれでも黒でとこうやってあげる。これね目に入っちゃうから気をつけてくださいね。もうすごい入ってるから今。はい、こういう感じで右と左はこういう風に違います。見えますか？どって感じで、だからこう上だけがいい、良ければ上だけでもいいし、私は下も行きましょう。今日はマスクしてるからね、本当にね顔がねぼやけちゃうんですよね、マスクで。それがね嫌なの。こっちも、あ、目にって書いたら、書いたらまたこちらの黒のシャドウで
なんか急によく見えるようになったんだけど、なんでだろう。まあこんな感じでやります、やりました、やりましたら、お次はこれですかね、やっぱり。ででん、つけまつげをしましょう。やっぱね、簡単なんですね。あとね、本当のまつげさんっていうのはね、やっぱね、弱いというかね、あのウォータープルーフとかしがちだとね、やっぱまつげ切れちゃったりとかするから、こう私は本当に必要な時にだけマスカラをつける。そう、せっかくのねまつげさんですから。ということで、どれを今使おうか今すごい悩んじゃってんですけど、ちょっとこの一番上のやつか3番目使おうと思ったんですけど、ちょっとさすがにベルサイユすぎるかな。ということで、上から2番目かな、見えるかな、上から2番目、まあ、十分ベルサイユ感ありますけどね。さてさて、まあでもこれ慣れてないってやっぱ難しいんだろうね。これ私ね、いつも MAC のあのつけまつげを使っていたんですけれども、なんかちょっといろんなやつ最近あるから試してみたいなと思って Amazon さんで買いました。お化粧によってね変えられますから、まつげさんっていう感じで、つけ方なんですけれども、なんかやっぱさ、ここの目の幅ってやっぱ違うじゃないですか。みんな、私はこれで大丈夫なタイプ、切らなくても。でも切って使いたいタイプの人もいるはずよね。すごい、なんか2層に分かれてる気がする。ほら、なんかわかる、なんか2層に分かれてる、すごい。そうで、切らなきゃいけない時はあの絶対端っこ、あの長い方切らないでね。なぜならこの長いのを演出したいから、この短い方をちょっと切ってあげて合わせて使いましょう。でも私はこのまま使います。で、あとお化粧によって、例えばあのなんつうの、この長い部分を後ろの方につけるのか、それとも今日はお化粧でパッチリのお目々にしたいなってなったら、長い方が真ん中にたくさん来るように、ちょっと長い方がこう、こうあんま目からはみ出さないでちょっとこういう風につけるっていう感じで。で、これのつけ方ですが、まずは自分のまつげをちょっと上げときましょう。これでね、あ、もうちょっともう上がっちゃってるんですけど、まつげとつけまつげがね分かれちゃうからね。で、これをつけます。新しいからね、これつけなくていいですけど、あの新しくないやつを何度も使うときは、前に使ったあのペルペルをちゃんとペルーっと取りましょう。そのペルペルの上からやるとね、ちょっとあれだから。で、私はだいたいこうペーって塗ってもいいんだけど、なんかてんてんてんってこうてんてんてんってつけます。で、やっぱ最初と最後はしっかりつけてね。で、これはちょっとね、戦争です、ちょっと近いですよ。多分この白いのは後に取れます。じゃあこっち側もつけていきます。ほらね、すごい、ほらね、何層にもなって、したけどできたかな、まあ、こんな感じですね。ちょっと下向いてみる、ね、横からこんな感じ。なあ、すごい、うん、すごい、まつげさん、これはちょっとおすすめに入ろうっていう感じです。で、はい、もうそろそろ終盤でございます。でも難しいよね、このつけまつげつけるのは。すごく、また指です。白のシャイニーちゃんを使いましょう。白のシャイニーちゃんでいきます。これはハイライト入れていきます。ちょっと塗りすぎかなと思うかもしれないけどね、ちょっとこのお鼻のここら辺、なんかこのお鼻のここら辺ちょっと多めに
塗り、少しここら辺とつなげてあげます。指です。でね、これがね、嫌なところはマスクすると取れてしまうけど、だからちょっと多めに塗る。で、私のおでこが出る時が来ました。まあ、眉毛がある人はね、私は眉毛紛失しちゃってるからあれなんですけど、こうなってたら、例えばじゃあ眉毛がある、私眉毛ないけど、一応こういうところにも少し高いところに乗せていく。こちらもで、私は今日全部キラキラを使ったので、あのラメが入ってる感じのあのアイシャドウを使ったので、今日は全部キラキラのキラキラちゃんで、こことかでもね、ここはね、どうせね、マスクしてると見えないからあれなんですけど、ちょっとね、気持ちですよ、気持ち。こういう、顎のところとか、に少し乗せていく。ベロン。うん。っていう感じですね。で、次。なんでか知らないけど、私はこれをね、ずっと使ってるんですよ、あの、こう、チークとして。こちらは、カネボウさん。で、なんかね、多分これすごい昔のものだと思う。繊細って感じ。普段はいいんですよ。あの、ここ使っちゃってるから、あの、アイシャドウの色と同じで全然いいんです。出っ張ってるところより少し下ぐらいに、もう適当にシャッシャッシャーです。こういう感じで。反対も。同じ。ちょっとした気持ちした、こんな感じ。あんまり変わってんのかなって思うけどね。でも女子はわかるはずよ、お化粧する人はわかるはず。で、ここら辺少しね、ここら辺と、これぐらいアイメイクすればきっとマスクをしてもぼやけないと思う。マスクをしてても合うんじゃないかなみたいな。でも今日はせっかくなんでリップも紹介します。赤っぽいのもいいんですけどね。でも目が濃いと、あんまり口も濃いとあれだしね。だから今日はちょっとこれぐらいの色にしてみましょう。これマックさん、何色って言うんだろう、これちょっと塗ってみますね。これをリップを塗るときは大体ここから行きますよね。普通っていうか私はね、ここからで、こうバツみたいな感じで、でこうで、しちゃちっちゃ噛んだ、これはあのなんだっけ、取れないやつです。でも結局ね、何か食べに行ったりとかすると、この取れないって言っても取れますから、私は。最近ね、そうね、あまりリップはしてないかな。で、外も。あ、外もじゃない、下。で。うん。で、みんながいつも思っている、あのピアスは取らないんですかが今明らかにされるっていう。正解は取らないでした。で、私はたまにここを、この部分を三角にするときと丸っぽくするときを結構変えてリップを塗ります。今日はちょっと三角目かな、こういう色になります、塗ると。で、まあ、遊びたかったら遊ぼうね。って感じで。はい。どうなんですかね？ちゃんと私はメイクできてますか？まあ、こんな感じが仕上がりです。どうでしょうか？
ていう感じでね、本日お化粧してみました。冬のっていう感じでいろいろ紹介させていただきましたけれども、なんとなくこうやっぱみんなが買いやすいものなんじゃないかな。あえてそんな高い商品を買ってするのもいいんだろうけど、やっぱ何でも意外となんかお肌に問題がある人とかね、もしかしたらそういうなんかあのオーガニックのものを使ったりとかするんだろうけど、私は結構やっぱりいろいろ試す、安くてもいいし高いものも使ってみたいし、でもやっぱりなかなか変わらないかな。皆さん試してみてください。ありがとうございました。